皆さんこんにちは、新井秀樹です。さあ、漫画好きのための漫画専門番組、漫画小林。今回は宮本から君へ、ザ・ワールド・イズ・マイン、人の子の新井秀樹先生にご出演いただきました。先生、漫画小林出演してみていかがでしたか？感想難しいですね。そうですね。ただまあ、先生は途中でもしかしたら後々になんであんなこと言ったんだというようなカミングアウトもされてますけども。ですね、覚悟済みで出演させてもらいました。ありがとうございます。しっかりオンエアさせていただきます、はい、よろしくお願いします。というわけで、漫画小林、お見逃しなく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。新井秀樹先生、はい、ついに降臨ということで。そうですね。いかがでしょう。番組開始当初からね、はい、かなり話には上がってたんですけど。そうですね、我々の思い切りが足らなくて、ワールドイズマイン、はい、何を聞けばいいのか分からないというね。あとちょっとまあ野暮な質問をしなければならない箇所が、ワールドイズマイン読破した人なら分かると思うんですけど、まあ、野暮と分かりながら一応聞きましたんで、我々の使命としてそのあたりに、ね、聞かせていただいた話をぜひ皆さん見てほしいですね。そうです、いろいろ聞けましたね。分かって我々もやってますんで、野暮とは言わないでほしいですね。全部野暮でしたね。ワールドイズマインずっと野暮だなと思いながら聞いてましたけど。そうですね、そこはまあ、はい、ご了承ください。ご了承ください。本日お楽しみにという、はい、そんな今日の感想もありつつ、小林さんのインスタの話を、まあ、簡単に言うと、小林さんが日々読んだ漫画の感想をメモであげるだけという、はい、インスタ風なやつなので、はい、皆さんもチェックしてれば、はい、今雑誌でこんなことになってんだなというのが分かるぞというやつになってますので、はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、ということで、